い、お待たせしました。ね、チャゲ&アスカが、はい、来てくれました、どうも、もう元気してた。ああ、元気、元気、ね、福岡のね、福岡出身で、俺が、ポップコーンとか、まあ、九州産業大学で音楽活動やってる時に、うん、チャゲ&アスカはそれよりも一つランクの低い。何が好きだ第一経済大学。バカバカ。嘘だよ、嘘だよ、嘘だから、本当に。そこで頑張って。いや、もうね、現役で入ったから。現役で最近、売れよるの。いや、すごいよね。なんでテレビさんがここでかけてくれたりしてる。いや、そうよ、お前。前かけてくれたお前。本当に。最近どう調子は。あ、もうね、LP とかそろそろね。出る。今、計画中でね。ほう。ほう。何がびっくりしたこれ。花ギャラよ。いやいや、こっち苦労症の。なんでその LP、もうそろそろ。なんでって言うの、今のご飯とか。その LP の曲とか今、選曲入ってるわけ。選曲っていうか、もう計画に入ってね。もう今年中にはなんとか1枚目を上げたい、みたいな。ディレクターが一緒やもんね。そうね。山田と剛さん。あ、剛さん。剛じゃない久しのお兄さん。剛本当に。帽子の横から毛がついてる。まあ、それはそれとして、今日ね、チャゲ&アスカが来るって言ったらさ、ものすごいね、ハガキが来たね。すごいな。ものすごい4枚ぐらい来たね。なんで？いや、本当たくさん来たね。たくさん来てね、いろいろ質問があるんよ。で、これに一応答えてほしいってことでね。質問ね。チャゲ君、そして超人ハルクロ。超人なんで？超人ハルクロ。この頃ね、俺はアスカ君。超人。まあ、ほんといい体格してるの。体格はすらね、しょうがない、これは。と体格、剣道やろ。これはもう親父が。防具いらないんだもん、防具。なんか防具いらない。いらないもん、そのままでいいんだ。そのままで。今日いくらぐらいある？今日はね、98で。でもちょっと痩せて95になったもん。95。すごいね、いい体して。剣道やろ。いや、今日言ってた。黙れ黙れ。いいや。この人にボディーやから。いいや、バカだね。お前よ、言うな、お前。剣道でね、親父さんが。そうそう。自衛官でね、非常に固い堅実な家庭に育った割には息子がこういうふうに。いや、疑い、ほら、警察官大体公務員とかね、警察官とか、教師の息子ってバカじゃない。できない人だね。できる。まこちゃんとかどうだっけ。いや、久美子ちゃんのお父さんが警察官だ。相本久美子ちゃん。うん。ほんと？うん。まこちゃんとかなんだっけ。私のとこ。かまぼこ屋さんか。違うよ。なんだっけ。なんか普通の。普通のサラリーマン。うん、サラリーマン。なんかハンドバッグ作ってる。ハンドバッグ作ってる。チャゲは俺のとこは天ぷら屋やってるよ。お前んとこ天ぷら屋さんよ。ねえ、天ぷら屋さんで天ぷら売ってるわけだ。いや、トロっていうから、そんな、食堂の初間の天ぷらそんなんじゃないからね。上司の普通の天ぷら、魚揚げたりしてるんだ。高級な天ぷらの方だから。天ぷらじゃ、お前高級もらうのあるよ。芋天とかあんなんじゃない。天ぷら嫌いなんでしたっけ。俺天ぷらのつゆはダメなんよ。一回。あ、そうだ、そうだ、ダメなんだよね。醤油とマヨネーズだとダメなんだよ。まあ、それは別にいいとして。あ、ここで質問があるからね。まずね、チャゲから見た。うん。チャゲ、ちょっと本名言えよ。柴田修二。柴田修二。どどて言えるもん、俺。チャゲはね。どどて、どどて。ところで皆さん、アスカ、この素晴らしい名前の裏の本名をどうぞ。南郷隼人です。なーい、なーい、バカだ、バカだ、バカだ。なんで。宮崎しげや。そんな、みんな、そんなおかしいか。このローカルな名前を聞いてください、皆さん。アスカと名乗りながら、本名は宮崎しげあき。なん、先生は、考えてないよ。熱中時代か。まこちゃんの本名なんなの？私は石野まこです。嘘だ。本当です。字も一緒なの？はい。かわいい名前だね。あ、ありがとうございます。いいね。長渕剛さんは。俺も本名よ。あ、本当。そう、いい名前ですね。ありがとう。はい。なんで歌わんだこう。チャゲから見たアスカ君はどう思いますか？髪の毛が多いですね。じゃあアスカ君から見たチャゲ君。本当薄いですね。いや、これね、本当聞いてもらいたいラジオのみんな。今ね、こうはが、ハゲハゲってのがすごいチャゲ有名になってね。俺は実際俺から見たチャゲの立場ね。しかし本当に。いや、毛穴がね、鼻のぐらい離れてるもんね。本当、俺カツラと思われてるもん、この頭。うちのお前。カツラじゃないんだから俺が。うちのマネージャーも薄いけども、それにウォークでも薄いの。まこちゃんから見てこの二人のあの感想みたいな第一印象、まずチャゲ、ハゲから一つ。チャゲ、チャゲから。私パッと見てね、冗談ですとかと思った。冗談はよしこさん。なるほどね。兄弟似てない。いや、でも顔は全然似てないじゃない。でもなんか兄弟って感じがした。実はね、まこちゃんね、アスカがね、まこちゃんのこと非常に好きなの。また。
いや、さっきからね、マコの増刊号を持ち歩いて便利店に行くわね。なんかしないで俺が増刊号を持ち歩いて。さっきちょっともらってない。どうもありがとう。お互いもらってない、シュウゲ。何をもらってない、まだ。何をマコちゃん。何を写真もらってない。これもらってないよ。あ、これか。そうそうそう。まだ見てないよ。後でじっくり見よう。そう。本当にもらったんですか。じゃあ、まあ、アスカから見たマコちゃんの感想は。いや、やっぱこう、変わんないですよね。変わんない。もう写真と変わらない。写真と変わらない。今日おかしいことがあってね、お店に、あ、やめてほしい。いや、いや、ここでね、途中で行ったことあるんだよ。お店屋さんに行ったらね、石野真子さんに似てますねってすごい言われてね、で、あんまり言われるからね、石野真子さんに似てますね、言われるでしょうって言ったら、はい、よく言われますって言って、でもあの子太ってるからね、言われちゃった。それは辛いよ。なるほどね。本人を目の前にしてやったわけだ。なるほどね。あとね、これ全然関係ないかもしれない。銀杏好きですか、とかちゃん。銀杏。銀杏ですね。これね、目黒の小杉水江ちゃん。ああ、今日もらったくじゃない、銀杏。そう、銀杏もらった。今日ね、レッドキラーズで銀杏を一袋入れて、アスカさん銀杏です。ちょっとまだ臭いんですけど。臭かったもん。まあ銀杏食ってきたろ。食べてたから。本当？バッグに入れたもん、まあ。本当。銀杏ドンスの帯締めながら。まあそういうことでですね、あのこのさ、一応まあみんなが来てくれたっていうことで、久しぶりさ、こうやって集まったということでね、根性、俺たちのあのそのスタッフで作った根性合唱団っていうのは、まずこのこれを聞いてほしい。はい。あれ？どうなってんのか。何これ、違うじゃない、サッサン。なあ、間違ってんの。なあ、違ったわけ。違うよ、今名曲だなと思って聞いとった。ジングルないんだよこれ。よく言うな、情け。これで日本放送、日本放送だもんな。あのね、みんなからね、集めてね、替え歌コーナーってのがあるわけよ。この根性合唱団ってみんなで一緒に歌おうと。とにかくね、あそこの鏡の外でさ、歌ってる人たちをとにかくみんな集めて、いいね、それ、あー、はいはい、吊るし上げようと。いやいやいや、そういう意味で、来ました、来ました。いや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 、ここに俺たちの除いて1,2,3,4,5,6 名くらいいんだけど、まず一人ずつね、自己紹介。まこちゃんのマネージャーは、あ、それまこちゃんのマネージャー、今まずちょっと一人一人自己紹介お願いします。まずほら、アスカとチャゲと、お前じゃあチャゲ&アスカのサイドから。まず自己紹介、ちゃんとマイクの前。まずヤマハの方から。あ、ヤマハの渡辺です。ヤマハの渡辺さんね。ワーナーのテッドです。これ略してナビ&テッド。なるほど。あ、来ました。はい、どうぞ。井上さん。まこちゃんの方から紹介。私のマネージャーの井上さんです。よろしくお願いします。ラウイ、ラウイ、一見見るとクワナワクロっていうか、そういう感じで声を聞くと、ワーナーのクワナ、声を聞くと、いや、いや、ダメだ、一応自己紹介だね。ワーナーの若い自身にノリアです。それと、あとはいつもの顔ぶれでですね、ヒゲを生やした、はい、どうぞ。山里です。それで、東芝の先週に引き続いてお邪魔してます、東芝の。とにかくすごいね、今ね。そうですね、おかげさまで。すごい急上昇って感じでね。一応俺の後輩ってことでさ、俺も一応曲は紹介したものの、もう俺よりはるかにちょっと。なんとなく俺立つ瀬がないなって、そういう感じがするんだけどもさ、まあそれはそれで同じさ、最近さ、北海道の勢いがさ、強いよね。もうそうね。ここらで、九州のさ、勢いスクラム組んでさ、もう一遍福岡のね、昔のほら、昭和で盛り上がったんだよね。あのパワーをね。とにかく、まあ先輩のさ、チューリップにしろ、カイバンドにしろさ、ね、頑張っとるし、俺らもここで頑張らないかんってね。一発聞いてみようか。ね、ちょっと自分で紹介して、それじゃ。チャゲ&アスカで、ストリザキ、編曲、どうぞ。
ね、聞いていただきましたね、うん、これはあれですよ、一人咲き、ポッキーポップでは、まあ、あの1位、そうか、一人咲きが1位で、2位がルレンジョーカー、あーすごいの、ね、ミートズみたいだね、ミートズみたい、聞いていただきましたね、チャギアンドアスカの一人咲きね、まあ、曲を聴きながらなんですけども、うん、まこちゃんもね、今日来てくれましてね、非常に楽しかった、はい、あ、そうですか、どうもありがとうございました、遅くまでね、こちらこそ、してもらいました、本当にありがとう、さっきちょっといじめたけどごめんね、こちらこそ変なこと言いまして、いや、とんでもない、もうそういうのも軽く冗談で、とても反省しております、笑いでごまかすからね、明日昼間俺空いてるんでよかったらデートしますどうも今日は本当にありがとうね、はい、じゃあみんなでまこちゃんを、はい、お疲れ様でした、どうもさてさてね、今日は慌ただしくなったんですけどもね、チャギ&アスカね、またここに来てくれましてね、ちょっとシビアな話を、ね、しようかと思って、それから本当のチャギ&アスカの人に来てくれたしね、うん、まああの好きなみの質問かもしれないけどもさ、いわゆるあの 俺はすごいさ九州の人間だってことすごい意識してんだけども、うん、チャギ&アスカはどう、僕はそうですよ、うん、あのね、垢抜けてないってそれものすごく嬉しいの、僕たち、うんうん、要するに垢抜けないねって感じで、ね、垢抜けないっていうか、いつまでもその、うん、そういう臭さがあるって、うんうん、まあ、その辺のさ、うん、臭さっていうのは自分の音楽性に生かされてる部分ってある、うんうん、やっぱりみんなこう聞いてくれてね、うん、やっぱりなんか九州っぽいなってのそう言ってくるわけ、みんな、うんうん、それはやっぱこう嬉しいしね、それはどの辺になるのね、これはね、やっぱほら俺は聞くにね、やっぱしあの、うん、なんていうの、あのなよっとしてないさ、とにかくあのね、うん、男らしい、最近って俺も久々にっていうかさ、うん、自分のまああのね、うん、身近な人のことを褒めるのもなんだけどもさ、うん、正直言ってすごいパンチがあるっていうかさ、うん、骨っぽいじゃん、すごい、うん、一人ざけっつかさ、ザキそれすごい骨っぽいって感じがあるじゃない、うん、だからあの辺ね、すごい俺もね、あのいいなって気がするんだよ、で自分として今ねオリジナル、うん、まあ、なわけだけども、うん、あの今後どういった形で自分らはあの音楽っていうものに対してやっていきたいかと、うん、やっぱあの一人咲きっていうのは今日1曲だけだしね、あのこれ聴いてくれるっていうのはすごい雰囲気だけしか変わってくれないけど、うん、だからこれ、まあ、一人咲きの雰囲気をそのまんまね生かして、うん、だからあのもうこの形を壊さずに今までのイメージのまんま、うん、これから先、まあ、コンサート4月からやりたいけど、うん、そのまんまでコンサート聴いてほしいなって、うん、まだそれから僕らをこう見てほしいってこと、ね、うん、なるほどね、うん、それで、東京には出てこないわけ、これはね、一応来年の 春学校卒業してからっていうことになりそうでね、卒業できるや、それが問題ね、ちょっときつい、きついっちゃうね、はっきり言えば、きついじゃん、うん、まあいいや、でも、そうね、学校はいや、それはやっぱね、卒業しとかないと、なるほどね、うん、それはまあ自分なりにやっぱけじめとしていくと、ね、うん、まあ、とにかくあの俺はさ、あの別に先輩部っていうのもなんだけども、うん、すごい一人咲きとかね、うん、あの連城下にしろさ、うん、後回しにしろさ、うん、すごい男っていうのがね全面に出てくるわけよ、うん、もうその辺の部分はもう絶対崩さずにさ、そうだ ね、 ね、そうだね、崩したら僕たちもおしまいだと思うし ね、 ね、チャギアンダースから歌をさ、うん、このままの感じでやっていってほしいと、そういうふうに思う、とにかく何はともあれさ、うん、同じ九州でさ、そう、頑張ろう、そう、もう伊集院と、ね、伊集院と福岡が頑張る、うん、まあそういう意味で、うん、これから先もスクラム組んで、さっきも言ったけどね、とにかく来年さ、東京出てきてさ、うん、あのいろいろとさ、あのあると思うけども、うん、その辺はまあ、 あのケースバイケースで、うん、いろんなことも俺も、ね、ね、何年かやってきたことによってさ、ね、なんかいろいろ、あるしさ、そういう部分でも、あの力になるとか、お互い力ね、そうね、差し合ってさ、それはもうお互いまあ協力し合ってね、うん、いい音楽を作っていきたい、そうですね、そういうふうにね、うん、まあそういう意味で、最後になんか一言、ファンに対するメッセージみたいなのない、うん、そう、僕はね、あのとにかく髪の毛を大切にということとね、うん、とにかくあの LP をぜひ楽しみにしてる、ね、LP 聞きたいね、うんうん、で僕もやっぱ LP をね、もうとにかく今いい曲ガンガン書いてやっていきたいし、ああああ、やっと東京何回か出てくるうちにね、渋谷の周りもちょっと一人で歩けるようになったと、ああ渋谷から中野までやっと行けるようになったという一人で、うん、まあこれはやっぱ成果じゃないかと、なるほどねとにかくそういう意味で一つ、うん、ね、頑張ろう、デュオ、うん、珍しいタイプだからね、うん、これ一つ頑張って成功させたいね、うんうん、そういう意味で今日は本当に遅くまでありがとう、ありがとうございます、また九州に帰ったら幽霊でも、ね、お酒、あ、幽霊見に行こうよ、酒でも飲んだったね、女追っかけましてまあ今日はね、チャギ&アスカの皆さんに、それからね、先ほども帰りましたけどもね、石野真子ちゃんも来てくれたしね、うん、今日は本当にね、楽しいなんか放送ができたような気がするしね、今ぐらいタクシーの中かうちで、真子ちゃん気づくかもしれないね、うん、そういう意味で本当にありがとうね、ビバヤングオールナイトニッポン、ここまでの放送はフォーライフレコード、 CBS ソニー、日清製粉、 BVD 富士坊、鈴木自動車、日本コロンビア、モーリスギター、東芝 EMI、 グンゼ YG ティーンズ、北日本食品、キャニオンレコード、
東宝東亜、それからディスコメイトレコード、その他の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国26局を結んでお送りしました。はい、じゃあね、また来週もこのスタジオでできますね、ここの慣れたスタジオでね、やりたいと思うし、またあの九州の方に帰ったらさ、そうですね、また音楽でも聞いて、ね、また、近々俺も引っ越しするしさ、で、やっとマンション暮らしが実現したような気がするし、その時はまた遊び、はいはい、けども飲みながらね、はい、今日は本当にありがとう、どうも楽しかったです、頑張ろうな、はい、そういう意味でまた来週も一つこのスタジオでね、元気よく長渕剛のオールナイトニッポンやってみたいと思います。それでは本当に今日最後まで聞いてくれてね、どうもありがとう。この後神谷さんがね、神谷選手が頑張りますんで、それもよろしくお願いしたいと思います。ほんじゃねー、またねー、バイバイ。